皆さんこんにちは。こんにちは。マネアンデュー TV の頼藤大樹と高山和恵です。今日もお金と向き合ってますか？イエーイ。はい、本日のテーマですけれども、投資信託と ETF の違いは、 ETF のメリットデメリット、向いてる人を丁寧に解説、イエーイ。はい、ということで、はい、僕たちね、こちら初めての NISA のイデコ大好評初釣りでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、今一番売れている NISA のイデコ本の著者がですね、丁寧に日本一分かりやすく教えていきたいと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日のお品書きですけれども、はい、はい、こちらです。3つですね、はい、1つ目が ETF って何、投資信託と ETF の違いはと、で2つ目が同じ ETF に直接購入バサス投資を通じて購入、うん、まあ、どっちがいいのかですよね、うん、そうですね、はい、で、はい、3つ目が ETF のメリットデメリット、まあ、ETF が向いてる人はということで解説していきたいと思っております。はい、はい、でまず復習なんですけれども、うん、そもそも投資信託とは何かというとこちらでしたよね、うん、はい、そうですね、はい、まあ、過去の動画でもね解説してますけども、うん、はい、はい、投資信託というのは、うん、僕たちねみんなのお金をこう集めます、はい、はい、投資信託っていう箱に集めてですね、でこのお金を資産運用のプロファンドマネージャーが運用するわけですよ。まあ日本の株式債券とかね、はい、外国の株式債券とか不動産とかに投資するというものでしたよね、うん、そうですね、うん、だから大きな違いは、あの株は自分で銘柄を選びますけど、投資信託の場合はファンドマネージャーが運用してくれるっていうところが大きな違いですよね。そうですね、お任せということですね、うん、はい、はい、じゃあ ETF はと言いますと、こちら ETF はね上場している投資信託なんですよね。上場しているってことですもんね。そう、そうなんですよ、はい、英語、はい、読んでください。はい、Exchanged Traded Fund ですね。素晴らしい未成語おそらくピンポンピンポンっていうね効果音が鳴ったかもしれないですけども、はいはいはい、まあ、上場投資信託と呼ばれまして、株式のように売買できると、はい、で ETF の多くがインデックスファンドとなっております、うん、はい、はい、で投資信託の動画でも解説したんですけれども、うんうん、はい、投資信託というのはインデックス型とアクティブ型というのがあります、うん、ありましたね、で、はい、そのインデックス型とアクティブ型にそれぞれ非上場と上場があるわけですよね、はい、で上場しているのが ETF なんですけども、うんうんうん、ETF のほとんどがインデックス型なんですね、うん、だからアクティブ型の ETF っていうのはあるんですけども数は少ないということになっております。はい、はい、というわけなので、うん、投資信託と ETF の違いなんですけども、はい、まあ、ほとんどがインデックス型なので、うん、はいはい、インデックスファンドと ETF の違いにしております、はい、これよくね最近お問い合わせいただきますね、はい、そうですよね、はい、で販売会社なんですけれども、はい、まあ、インデックスファンドの方は証券会社だったり銀行だったり信用金庫だったり、まあ、いろんなところで買えます、うんうん、はい、一方で ETF っていうのは証券会社なんですね、はい、はい、で取引価格はインデックスファンドは1日1回算出される基準価格です。はい、1回ですね、はい、まあ、投資信託の値段のことですね、はい、基準価格は、うんうん、はい、で ETF は市場価格になります。はい、はい、で取引可能時間は、まあ、販売会社が決める時間です、インデックスファンドはね、はい、で ETF はリアルタイムでできるよと、まあ、市場が空いてる時間ですね。そうですね、株式市場が、ね、空いてる時ですもんね。そうです、はい、はい、で発注方法なんですけども、はい、まあ、インデックスファンドは成り行き差し値っていうのはできません、うんうん、はい、で一方で ETF はできるよということですね、はい、普通に株と同じように取引できますね。そういうことです、うん、はい、で購入時手数料なんですけども、インデックスファンドはかからないものが多いです、はい、ノーロードファンドが多くなってきております、はい、で一方で ETF っていうのはかかるんですよね、はい、買うときも売るときも株と同じようにかかってくる、うん、ということですね。はい、で信託報酬なんですけども、はい、インデックスファンド最近はねかなり安くなってきてるんですが、そうですね、ETF よりはね一般的には高いということになっております。はい、はい、で最低購入金額なんですけども、はい、投資信託は100円からできると。100円、うん、でも ETF は取引価格かける1取引単位なんですよね、うんうん、はい、まあ、通常は1万円から10万円程度となっております、うん、はい、はい、で分配金の自動再投資、ここ重要なんですけども、はい、インデックスファンドはあるんですよ、うんうんうん、でも ETF はないということなんですよ ね、 ねこれ注意ポイントですよね、うん、そうなんですよね、はい、はい、で投資信託と ETF の違い見てきたんですけども、うん、実際のファンドでちょっと確認していきたいなと思うんですよね。はい、それがこちらです。はい、はい、同じ ETF に直接購入 VS 投資を通じて購入なんですけども、はいはい、楽天全米株式インデックスファンドというものがあります、はい、まあ、積立 NISA とかにねもうラインナップされてますけども、はい、でヴァンガードトータルストックマーケット ETF、うんうん、まあ、かっこ VTI とありますけども、 VTI、はいはい、この VTI というのはアメリカのですね、はい、あの大型中型小型株に投資するような投資信託が上場されている、それが ETF なんですけども、はいはいはい、でこれ VTI ってありますよね、うん、で楽天全米株式インデックスファンドっていうのは、はい、投資信託を通じて VTI を買ってるんですよ。ああ、なるほど。そう
ういうことなんですよ、はいうんうん、はい。でその違いをねこう表で見せているんですけども、はい、はい、で赤くしているところが有利な方になってます。はい、はい、楽天全米株式インデックスファンドは、うん、取引単位100円以上1円単位で買えますから、うんうん、少額から買えるんですよ ね、うん、そうですね。でも VTI の場合は、はい、一口単位で買うわけなので、はい、約2万3000円かかるということで、うん、ちょっと、まあ、まとまったお金が必要ということですよね。はい、はい。で、まあ、取引価格とかはね、まあ、インデックスファンドの方は1日1回だし、はい、まあ、VTI はリアルタイムでできるよと、うん、そうですよね、うん、で信託報酬見てほしいんですけども、はい、VTI かなり安くないですか。 0.03% ですよ。安いですよね。 そもそもね 0.162% っていう、うん、この数値も低いんですよ。相当ね低いと思います。そう、そこからさらに VTI は安くなっているということなんですよね、うん、もうない感じ。はい、うん、ただまあ分配金の自動再投資は VTI ではできないわけですし、はいはい、うん、あと積立 NISA iDeCo ではね VTI は投資できないというふうになっております、うん、そうですね。はい、はい、じゃあこれ見てどうですか。どういうふうにやればいいですかね。そうですねやっぱり同じあの投資対象なんでどうやって使い分けたらいいかなんですけど、うんうん、例えばこう積立 NISA とか iDeCo でやろうといった場合にはこのインデックスファンドを使うといいかなっていう感じかなと思いますね、うんうんうん、であとはやっぱりコストにこう徹底的にこだわりたいとか、あとはリアルタイムで、まあ、とにかく取引したいという方は、まあ、この ETF を使うといいのかなっていう感じかなと思います、うん、そうですね、はい、はい、というわけで最後ですね ETF のメリットデメリットまとめておきます、はい、メリットなんですけれども、はい、リアルタイムでいつでも取引できる、でインデックス型よりも低コストで分散投資が可能だよということですね、うん、はい、はい、でデメリットなんですけども、うん、まあ、こちら結構ありまして、まあ、売買時運用中にコストがかかる、うん、だから買うとき売るときにもかかるし信託報酬もかかってくるということですね、はい、で2つ目がiDeCoは対象外です。で積立 NISA では本数が少ないんですね、うんうんうん、限られております、うん、で、まあ、先ほどの VTI も投資できないんですよね。そうですね、はい、で3つ目が分配金が自動的に再投資されないということですね、はい、はい、これはなぜかというと、うん、ETF の分配金というのは、うん、投資信託と異なりまして、はい、組入れ銘柄の配当金や利息は運用経費を差し引いて、うん、決算時に全て分配するんですよ。なるほど、はい、うん、だから支払われた分配金を自動で再投資するっていう仕組みがないので、うん、再投資するんだったら手動でやらないといけないんですよね。手動はね、なかなか。で再投資って重要じゃないですか。そうですよね、やっぱり福利効果をね、うん、得るためには再投資する方がいいですからね。そうなんですよ、うん、お金自身がお金を生み出してもらうためには福利効果の活用が必要なので、はい、やっぱり再投資って必要になってくるんですよね、はい、まあ、その自動的な仕組みがないというところがここデメリットになります、はい、はい、最後4つ目なんですけども、はい、自動積み立てでできる証券会社が限られているということで、うん、はい、まあ、ここに書いてるように SBI 証券、うん、PayPay 証券ではできるんですけども、うん、まあ、楽天証券とかではできないわけですよね、うん、はい、まあ、ここもちょっと手間かなと思うというところですよね。そうですね、うん、はい、というわけで、まあ、ETF に向いている人なんですけども、うん、はい、はい、こちらですね、うん、iDeCo 積み立て NISA を上限いっぱい投資して、うん、次の投資先探している人ですね。あ、はいはい、はい、なるほど。で2つ目が自分の都合のいいタイミングでいつでも売買したい人、うんうん、はい、うん、で3つ目がね手数料の低い海外 ETF に投資したい人ということで、うん、先ほどの VTI 見ましたよね、はい、安いですよね。安いですね。そう、はい、まあ、ただこういうデメリットはあるんですけども、うんうんうん、やっぱりね安さを求めたいっていう場合には、うん、まあ、向いてるのかなということになっております。はい、はい、というわけで最後まとめしておきます。はい、はい、まず1つ目が、うん、ETF は上場投資信託と呼ばれ、はい、ETF の多くがインデックスファンドだよということですね。はい、はい、で2つ目が ETF はリアルタイムでの売買やインデックスファンドよりも低コストで投資が可能だということですね、はい、で3つ目ただし分配金の自動再投資が不可ですし、はい、積立でできるところが限られている、でiDeCoの対象外になってますし、はい、積立NISAでは本数が少ないとデメリットがあります。はい、はい、というわけなので最後メッセージなんですけれども、はい、iDeCo 積立 NISA を上限額いっぱいで投資をして、うん、その後に、まあ、どこに投資しようかなっていった先で、まあ、ETF が、まあ、おすすめだよということですね。そうですね、まあ、優先すべきはまずは iDeCo 積立 NISA っていうところになりますかね。でその次の投資先として ETF がいいんじゃないかなと思っております。うんうん、そうですね、はい、はい、というわけで、まあ、こんな感じで、マネアン TV ねどんどん情報を配信していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと高評価もぜひよろしくお願いします。お願いします。僕たち Twitter やっております。ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。 See you。